札幌市、西の神社のかまど神道火の神であると同様に農業や家畜、家族を守る守護神ともされる。かまど神、くなど神とも呼ばれることがある。一般には、かまどや、炉のそばの神棚に、閉塞や診察を祀るが、祭り方の形態は地方によって様々である。東北地方では、仙台半領の北部では、 ヘッツイ近くの柱に釜紙や釜男と呼ばれる粘土、または木製の面を出入り口や屋外に向けて祀る。新築する際に家を建てた大工が余った材料で掘る。もので、噴度の行走をしており、東辺で葉をつけたりアワビの貝殻を目に埋め込んでいるのが特徴。新越地方では釜紙といって、約一尺の木人魚二体が心体であり、鹿児島県では、 人形風の神の御手蔵を祀っている。ヘッツイ近くの柱や棚に、閉塞や診察を収めて祀ったり、炉の自在灰やご徳を身体とする地方もある。島根県安木市に伝わる安木説も火男を象徴しているということが言われている。沖縄、天美群島では、火の管といって、家の守護神として、人々には身近な神である。日本の仏教における尊像。 三保孔人は、かまど神として祀られることで知られる。これは、正常を尊んで不条を拝する神ということから、火の神につながったと考えられている。また、近畿地方や中国地方では、神道では、三保孔人ではなく、ヘッツイ三柱神を祀る。ヘッツイ三柱神は、オキツヒコオキツヒメカグツチとされる。オキツヒコオキツヒメがヘッツイの神で、カグツチが火の神である。 住居空間では、ヘッツイは座敷などと比べて暗いイメージがあることから、影や裏側の領域、霊界と現世との境界を構成する場所とし、かまど神を、了解の媒介、秩序の更新といった役割を持つ、両義的な神とする考え方もある。また、性格の激しい神とも言われ、この神は、粗末に扱うと罰が当たる、かまどに乗ると怒るなど、 人にたたりを及ぼすとの伝承もある。今川貞代や今川中州は、静岡市青池にある奥津子神社を深く信仰した。中国では、古来の習慣として、かまど神が祀られていた。また、かまど神の呼び名は、かまど神の他に、かまど王、かまど君、かまど公、かまど君公、かまど親、かまど氏というものがある。旧暦12月23日は、祭りへっつい節で、 かまどの大掃除をして、かまど神に、天庭家庭が円満であることを報告してもらった。この日を旧正月に対して、少年とも呼んで、お正月の最終準備を開始する日とした。かまど神の役割として、普段はその家の人々の行いを監視して、一年に一度、旧暦の12月23日に展開に登っていき、その家の人々の行いを報告することである。 この旧暦の12月23日は、それぞれの家の人々は、粘り気のある雨を備えて、悪い報告をされないようにする家があれば、報告される内容をより良いものにしてもらうために、酒や肉を備える家もある。大掃除の一環として12月23日にかまども、掃除して、かまど神を祭る習慣は、日本にもかまどがあった1960年代までは、田舎で行われていた。 精神の頃、芝氷の、創始達を第十九、ヘッツイユタブサ、の中に、タブサ、かまどがみ、著釈へ、上女美女、と述べている。古くは、論語の中にも登場し、八代三の十三に孔子と、王村家のやりとりの記述がある。司会小説である、創新記の中にも、かまど神が登場する。影子方という人物のもとにかまど神が、 出現したという話が述べられている。漢の時代以降は、かまど神を祀るのは12月であるとされているが、漢の時代以前は6月に祀っていた時もあった。これは、来期月曜に述べられている。ギリシア神話のヘスティアー、ローマ神話のエスタが、かまどの神である。ありがとうございます。